11月26日ラピュタ桐蔭スタジアムでビアティン三重の今季リーグ戦最終節となる試合が行われ、雲一つない晴天に恵まれたこの日はシーズンを通して3番目に多い来場者となる2112人が応援に駆けつけました。試合前、スタジアムの前ではホームゲームはお祭りをテーマに地域の飲食店などのブースが立ち並び、訪れた人たちはお祭りの雰囲気を楽しんでいました。今節の対戦相手は現在2位につけているレイラック滋賀 FC。 この試合の勝敗に J3 への昇格入れ替え戦の出場権がかかっているということもあり、気合十分な相手です。前半は滋賀ボールでキックオフ。ビアティンは前半4分に相手のコーナーキックから失点すると、14分にもこぼれ球を押し込まれ立て続けに失点。勢いのある滋賀にあっという間に2点を奪われてしまいます。しかしビアティンも負けていません。前半28分、ロングボールから華麗にパスをつなぎ、最後はエース田村選手が相手ディフェンダーの裏に抜け出し見事なゴール。ビアティンが1点を返します。その後も両チームともチャンスを作りますが、得点にはつながらず1対2で前半を折り返します。そして後半4分、ビアティンにもチャンスが訪れます。ゴール前でもつれた状況から田村選手の蹴ったボールが相手選手の足に当たりゴールを揺らしますが、ここは惜しくもオフサイドの判定、得点にはなりません。なんとか同点に追いつきたいビアティンは藤沢選手、大竹選手を投入し反撃を試みます。迎えた後半38分、サイドからパスを受けシュートを狙う大竹選手がゴール前で倒され、ペナルティーキックのチャンスが与えられます。これを大竹選手がしっかりとゴール右隅に決め、ついに同点に追いつきます。その後も追加点のチャンスはありましたが、相手の守備に阻まれそのまま試合終了のホイッスル。2023シーズンの最終戦は2対2の引き分けで、ビアティンは今季を10位で終える結果となりました。